ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。昨日ね、初めてインスタリールでですね、長尺動画を上げてみました。このスタンド FM で配信している音声を動画の形にして、リールとしてインスタのフィードに残していくことができるようになったんですよね。ですので、今まであんまりなんかインスタだとね、最後まで聞けないしみたいな感じでめんどくさいなと思っていた方にはとても使いやすくなったんじゃないかなと思います。早送りとかもね、なんだっけ、こうなんていうの、指でピーってこう動かしたら自分が聞きたいところまで進められる、ああいうのがあるので、ご自身で調整してね、聞いていただけるんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、今日のテーマはもう本当低気圧ですかね。春の嵐なんですよね、今ちょうど。桜が満開になったなっていうか、花見どうするどうする、いつ咲くみたいな、すんごい寒い日ありましたよね。うわ、まだ桜咲いてへんやん、なんか思ってたより遅くなるんちゃうんとか言ってたら、いきなりクワーって満開になって本気出してきたみたいなねはっ、いつの間にか桜がポン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 咲いてるわ、どうする花見みたいなんで、急いで花見に行かれた方々も多いんじゃないでしょうか。気がつけばね、なんか新学期が始まる日に通学路に咲いている桜がね、もう満開で、とっても綺麗な道を通ってね、学校に行ったわけですよ、うちの息子は。なのにね、新学期の始業式帰ってきて、なんか僕花見行ってないって言うんですよ。もうしゃあないやんかとちょっとタイミングをつかむのが難しかったんやと。で、それで、でも学校行ったんやったらお花見れたやんって言うんですけどね。男子は花そっちのけで、きっと友達と楽しく学校行ったんでしょうね。それもいいことだと思います。かと思いきやね、2日目にしてですよ。土砂降り。風すごい。もう花吹雪です。もう前からブオーって顔にビシバシビシバシって当たってくるんですよ、桜の花びらが。なんかね、ちょっと花の命は短いにも程があるって感じなんですけど、で、あとこんもりした桜をですね、チュン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 、スズメがこう軸からね、プチッとちぎって落として遊んで下で蜜を吸うみたいなのがね、見れなくなっちゃってなんかもう今日朝散歩したんですけど、鳥どこにもいませんでした。鳴き声、なんかほほほてきょうとか言って、ウグイスの鳴き声は聞こえて、お上手とか言って合いの手入れながら散歩してたんですけど、怪しい人ですね。でもスズメもいないわみたいな感じで、風ゴーゴー言ってましたからね、こんな日は鳥も避難してるんでしょう。で、案の定ですね、ツイッターの方を見ましたら、皆さん軒並み低気圧でダウンされている方もいらっしゃるみたいで、こういうね、気候の変調、乱高下があった場合、人間ってね、やっぱり生き物なのでやられますよね、体調が。そういう時にですね、活用していただけるのがアロマのいいところではあるんですけれども、じゃあどんなアロマを使ったらいいのっていうところですよね。いくつかおすすめのね、ものをピックアップしてご紹介したいなと思います。まずはヒノキですね。ヒノキは針葉樹の爽やかな香りもそうなんですけれども、もちろん森の香りとしてアルファピネンという芳香成分も含んでいます。で、このアルファピネンという芳香成分がですね、自律神経を落ち着かせてくれたり、脳の血流を増やして大脳を活性化する作用というのが期待されます。ですので意外と落ち着くんだけれども、ぼーっとはしないんですよね。だから朝ちょっとしんどいな、今日頑張れるかなっていうような時に、こうヒノキの香りで少し5分間だけね、瞑想をしていただいたり、瞑想する5分もないわっていうぐらい朝バタバタしてる方は、30秒だけちょっと、例えば歯磨きしてる間とかにヒノキの香りを嗅いでいただくと、ちょっと気分がシャッキリとねしてくるんじゃないかなと思います。さらにそこにですね、柑橘の香りを加えていただくと効果的かなと思います。例えばなんですけれども、日本の、ね、柑橘類である晩柑であったり甘夏、ね、これ熊本県産柑橘のストレス低減効果の検証っていう研究があったり、あとはイオカンとかユズに関しては、
統合生理学的手法によるイオカンおよびユズの精油注入による人の生理反応の評価っていうね、研究があったりするんですけれども、まあ、おしなべてですね、柑橘類のこの日本産の柑橘類なんですけど、精油を、まあ、香りを嗅ぐとですね、自律神経活動に関しては、まあ、中枢神経系は鎮静していくと、落ち着いていくっていうことなんですよね。でさらにその被験者に対してアンケートをしたところ、主観的なんですけれども、どの精油を嗅いでも結構疲労感が減った、ね、疲れが減ったっていうのと、あとは爽快感の向上ですね、ちょっと爽やかな気分になったっていうことで、心理的にですね、いい変化がありますので、ぜひ試していただきたいなと思います。であと柚子の精油なんですけれども、これ面白いことに、柚子の精油は注入後に確認されたのが過大遂行能力の向上なんですって。だから柚子の精油を嗅いだ後っていうのは、こう脳のね部分の前頭前野って、こう物事を遂行する能力であったり、何かを我慢する能力であったりね、結構こう大事なところですよね。あれですよね、有名どころで言うとゴールデンカムイっていう漫画原作のね、今アニメになったり映画になったりしてますけど、ゴールデンカムイに登場する玉木宏がね演じている鶴見注意ですよね。鶴見注意ってね、ちょっとだいぶちょっと個性的なキャラクターで、日露戦争の時に頭のこの前頭部をですね怪我をして、放浪性のこのプロテクターみたいな仮面、半分の仮面みたいなやつで額の部分をですね保護しているんですけど、鶴見中也はですね、脳みそ一部、前頭前野の部分ですね、一部吹き飛ばされてるんですよ、ないんですよ。だからちょっとね、性格的にもちょっとだいぶいっちゃってる感じがするんですよね。はい、というわけで、前頭前野っていうのはですね、とても普段社会生活を営む上ではとても大切な部位なので、この部位をですね活性化させるっていうことで、柚子の精油っていうのはですね、まあ一日の仕事の始めとか勉強する前とかですね、ちょっと香りを嗅いでいただくと良いのかもしれませんね。あと特別シャッキリしたい時は、すだちの精油や山椒の精油が本当におすすめですね。これどちらもみかん科なんですけれども、ちょっと特殊なね香りのする2種類です。すだちの香りに関してはもうなんかほとんどほんとスパイシーっていう感じがするんですけれども、複雑な香りを持っていて、ただの柑橘類じゃないなっていうことが、まあ、実感できる香りです。ひとかぎすると鼻にあるこの嗅細胞がですね、なんか全部刺激されてるみたいな、そんなイメージのある香りなので、ぜひ試してみてください。でちなみに山椒の香りなんですけど、これもジャパニーズペッパーですので、うなぎ食べてる時に嗅ぎたくなる山椒の香りですね。こうなんかこうピリッとした気分になりたい時って、麻婆豆腐だって山椒効かせて食べたいじゃないですか。ああいう感じで、まあ、香りだけで気分もシャキッとさせてくれるのはこの山椒の精油ですね。ブレンドの仕方に関しては、まあ、樹木系と柑橘系って何を合わせても結構いい香りになるので、本当失敗の少ないブレンドなんですよね。ですので、いろいろご自身でですね、ムエットとかに出してみて試してみて、で、あ、これがちょっと今の自分に心地いいっていうブレンドをぜひ探していってください。今回のまとめとしては、この低気圧、春の嵐、気候の変動なので体の調子が悪いなっていう時は、まあ、まずおすすめなのは鉄板でヒノキの精油ですね。でこれにプラスして和精油の柑橘類をですね、うまく組み合わせていくと、その日一日シャッキリ過ごしていただけるようなブレンドが出来上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。